はい、どうも、こんにちは、ラクラク、ラックです。はい、では、クロックタワーやっていきたいと思います。まあ、挨拶考えたんですよ。はい。そしたら、まあ、100本目記念の千本桜を歌った時にね、ラクラクって言ったのがなんか、やけに気に入ったので、挨拶にラクラク、ラックです。って言おうかなってね、クロックタワーのパート1からやろうかなって思ってたら、まあパート1 の時すっかり忘れてまして、まあ全然言わなかったので、パート2からね、はい、どうもこんにちは、ラクラクラクですって言いたいと思います。はい、ではキッチン、いや考えたんですけど、まあいろいろ考えたんですけどね、なんかいいの思い浮かばないな。ガス台が並んでいる。食器が中に収められているだけかな。なんもないかな。冷蔵庫、じゃあ次ここ開けて。ジェニファーさん、ちょっとこれさっ、シザーマンおった後どうすればいいの？うん、肉中に、奥に光るものがある。ん？なんだ、ゴーゴー、Gだ、Gゴーゴーゴー、Gだ、Gだ、Gうお、超なに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 、ちょっと驚いてる、ジェニファーさん驚いてる。死ぬのこれ、カレンダーだ。今日の日付に印がつけられている。ん？行くのこれ、勝手口。な、飲み物の瓶が、え、死んじゃうのこれ。ジーとアイマ見えると死ぬとか。何？中にはハムが一つ入っている。ハムが。ハムを手に入れた。ハム？ハム何するの？え？で、この中は、この中何もできない。え？ハム？ハム何するの？はい。これ何もなんない。何もなんない。ガス台、ああ、そういうことか。これ普通に肉マウスでもできるんだよな。まあ、どこ使う場所でカーソル合わせるんだろうけど、肉ポインターちょっと一旦休みましょうか。肉ポインター、あ、ちょっと待って、丸を押すと一時停止みたいになるんで、肉ポインターでいきましょう。ハムポインターか。あれ？休まない。あ、ドアの前じゃ休めないのかな。どうだ？あ、よかった。何すんだろう、このハム。何すんだろう。何か焼くのかな？違うのかな？でもさっき肉でガス台やったから焼くわけではないよな。とりあえずみんな探そう。なんかみんなはってなったから、他のみんなを探そう。あ、肉ポイント消えた。なんか鳴ってる。ここ行ってなかったっすよね、前回。鍵がかかっている。鍵ったって車の鍵しかない。なんか鳴ってる。どこだ？奥行けなかったし、奥かな。うん、でも2階から聞こえるような感じ。この階だな、まず。この階じゃねえ、この部屋、このフロアだな。フロア2階だな。まず鳴ってるのは2階だと思う。違うか。近くなった。ここか。開かないか。関係ないな。部屋がかかっているようだ。こっちから聞こえる。気のせい。こっちから聞こえるのは気のせいかな。右側から聞こえる？あ、気のせいだ。下か？ちょっと休みましょうか。赤くなっちゃった。あ、よかった。休めない場所でもあるのかな。
まあ、端っこは休めないみたいですけど、あと扉の前かな、休めないの。さっきから電話鳴ってるな、気になる。よし。あ、すぐ緑になっちゃうね。いいと思う。で、ちょっと休む。あ、休めないか、ここ。あ、休めないっぽいな。開かないです。こっちが開くんだよね。こっちっぽいな。でも、電話なんてあった？あ、いた。電話？聞こえない。ここの部屋だっけ？ここの部屋暗くてよく見えなかった気がするんですけど。うわ、見えない。電気つけましょう。ポチッとな。何？じゃあ用はないな。暗くてよく見えない。食器が入っている。皆さん暗くて見えないと思うんですけど、割れた食器が入っている。使われてないみたいね。これ明るさ変えれないので、あちこちが傷んでいる。明るさ変えれないのでね、暗くてよく見えないと思うんですけど、それはちょっと、お許しください。こっち側はいけないのか。じゃあ帰ろう。オレンジになっちゃった。こっち側は行き止まりだって。段ボールあって。 段ボールじゃないけど、これなんだろう。鳥の巣のようだ。これしかないでしょ。 段ボール触れる。ああ、行っちゃうの。うん、鳥が来た。また襲われた。さっきのオウム、あ、最初のオウムと同じじゃないか。あ、に、な、大丈夫みたいな。ストップ。あれ、いじれない。触れながらちょっと。もしかしてこれ分岐だったか？段ボール寄せてそっちに行かせんのと違うか。 よし、行こう。あの時段ボール触ってればよかったのかな。段ボールっていうより木箱だけど。 あ、やっぱ電話鳴ってるの。ストップ。よし、しっかり三角を押さないとジェニファーさん止まってくれませんからね。突っ走っていっちゃいますからね。LR 交互に押しちゃうとね、ジェニファーさんね、反復横跳びしちゃいますからね。 電話鳴ってるな、ほんと。ちょっと気になるな。こっちが開いてんだよな。でも行けなかった気がするんだよ、ここの方。鍵となんか突っかえてるっていうの。ああ、でも鳴ってるな。ああ、だから反復横跳びしちゃうから、三角。三角と間違えて丸押しちゃったけど。座れる、よかった。気になるな。行きましょう。ガチャコン。あ、これ。音近くなるとか、そんなのがないか。ここです。なってないか。歩いてか、歩いて。上がらないよね。じゃあこっちも鍵閉まってるし、何かつっかえているような。ん？外の方から悲鳴が聞こえる。外の方。外の方。開かないし。じゃあ外ってどうやって行くの？え、外？歩いていこう。そう。歩いていけば、青いまま。あ、青いじゃない。緑のまま。大丈夫。これでも、まあ、ゆっくり行こう。人が叫んでも、ゆっくり行こう。マイペース。マイペース。大事だよ。こういう時。ね、へえ。
どっから悲鳴聞こえた？なんか真っ暗になった気がする。気のせい。まだ鳴ってるな。歩いてこう。もうジェニファー疲れた。私疲れた、みたいな。外から悲鳴聞こえた。外。電気つけれるか。電気ない。これ外でどうやっていくんだ。ここ。とりあえず全部部屋もう一回調べていこう。外ってどうやって見れる？開く。あれ、ここが、あ、ここがいなくなってる。一応閉めるんだ。 また出てきたりして。あ、そんなわけねえ。シャワーは使えるようだ。使う？使わないよね。電気つけとく。電気は念のためにつけとく。あ、こっち側だと閉めないんだ。あ、つかないか、やっぱ。仕方ないな。じゃあ、これはこのまま。さよなら。赤くない。オレンジになっちゃった。んじゃあ、ちょっと、小休憩でも挟みますか。はい、休憩。場所結構広いからな。いちいち一個一個見てると時間かかっちゃいますね。青。じゃあ歩いてこう。歩いてった方がやっぱいいよ。走ると体力使っちゃうからね。よし。ここか。あれ？オウムいる？あ、いるいる。こっち見てなかったんですよね、そういえば。編集して思ったんですけど。何かしら。何？ああ、びっくりした。バグったかと思った。さらさら部屋。こいつね、もうこいつはもういい。死んじゃったからね。一発目でこれはちょっと、あれだね。もう一回、あ、ここ窓見てなかったですね。窓見ましょう。すっかり暗くなっている。今何時かしら。そうだな。あ、なんか取れる？木箱が、うっ、また光った。また光った。お前、消えろ。なんなのこれ。なんかの方向みたいなやつが、うんって。やつ、消えろ。じゃあ、タンス調べて。どうやら壊れている。タンスは？で、次、木箱。ガラクタがごちゃごちゃと詰まっている。何かな？ガンプラかな？ ガンプラはガラクタじゃないよ。ちゃんとしたね、プラモデル。空っぽだ。なんもないの。暖炉とか関係ない。んじゃあ、いいか。走っちゃダメだって。走るときはね、シザーマンが追ってきたときにね、体力を温存しておかなきゃいけないですよね。これは、ほんと、王道というか だから、ちょっと、なんて言うんだろう。王道だから結構、なんて言うんだろう。怖いのとかあんのかな。どんな感じなんだろうか。まだ未だに、あ、説明書を読むの忘れてた。すっかり忘れてた。もう実況しようと思ってルンルンっていう気分だった。それとここは全然見えなかったですね。編集してるとき全く見えなかったです。ディスプレイの明るさを上げてください。うわ、ここになんかポイント当てれる。
うわ、行くの？ここにこう斜面があるんです。こう斜面があって、木やコンクリートの瓦礫が積んである。止まった石を拾った。ここにこう斜面があって、そこで瓦礫を拾ったみたいですね。じゃあここに使いましょうか。使えんの？あ、使える。ガボンガボンっつって。おお、外に来た。ここは屋敷の中庭のようだ。何もない。歩こう。何もないから、今のところ。歩いてけ。この木がなんか、なんでここ、こうなってるんだ。あ、これ、手前にある木か。うわぁ。一緒にフェイルアウトすんの？フェイルアウトじゃねえや。一緒に移動すんの？何もないけど。一緒に来るんだ、木。あ、来ない。何もないな。25メートルプール？違う。30メートルプール。プール何もない。あ、屋敷じゃねえ。なんか小屋がある、小屋。うなんか、ここ、ストップ。なんだ、ここ。うわ、入っちゃった、小屋の中。何これ。こっち行こう。これは関係ないよね。 なんだこれ。布？牢屋だ。なんで牢屋があるの？あ、行き止まり。誰かいる？うへ。うへ。誰？くいもの。あ、ハムあるじゃん。あ、ハムやればいいのかな。はい、食い物です。ハム。あなたは？バローズ。この人が。今、やつがお前見てる。今、星の下のゆりかご、あ、星の下のゆりかご、星の下のゆりかご。え？もう一回。もうジェニファーを見ていないような。もうジェニファーを見てないような。意味がわからない。星の下？どういうことだ？ちょっと読めなかったけど、星の下のゆりかご。ちょっと走っちゃダメだった。 ちょっと LR 押すのやめようかな。こっちか。そのまま進もう。この小屋の中は見なかったことで。ハムなくなっちゃったけど。 あら、キパーコ。ダンボール。うん？びっくりさせんな。ブーンってなってくる。あ、ここが何かで突っかえてるってやつか。でも悲鳴鳴ったけど、それだけ？え？じゃあどこ行くんだ？ここが中庭につながってんの？近道まで来たわけだ。よくわかんないな。このゆっくり右に歩いてみましょう。ここをやると止まっちゃうんだ。誰が叫んでたんだろう。外の方からって中庭じゃないのかな。車ある方？あそこは外じゃないよね。でも外につながる。でも彼氏の中だもんね。ああ、謎だ。謎だ。あり、誰もいない。こんな平和な感じですか？誰もいないで終わっちゃう、あれですか？そんなはずはないと思うんですけど。次って動きは電話鳴ってる場所は関係ないから、紙とか取ってないですし。車でもないし、守ってるものは石だけ。2階もそれほど入ってることないし。バローズさんに会いましたけど。バローズさん、うひひひって言ってただけですけど。ちょっと違ったので走ります。走って休んだ方が早い。ここ行けないよね。だって上崖だし、これじゃ進めそうにないって感じだったし、ここも何もないし。
んとか、もう一回、車庫っていうか、あそこに行ってみますか。赤くなっちゃった。一旦じゃあ休みますか。真ん中行って、休憩。あれ？よくわかんないぞ。俺もやったらダメだよね。ここ女の部屋でしょ？あ、じゃあ暖炉ある部屋でしょ？どこなんだっけ？あ、ここシャワー室だっけ？違うな。ここなんだっけ？ここシャワー室だよね。シャワー室には何もないはずだし。シャワー室。謎すぎて、よくわからん。走れ！体力なんて増やせれば増加するだ。詰まるってことはなさそうだな。またではなく、ちょっと待ってね。2回行ったって、2階の、部屋。でも、鳥しかいなかったじゃん。これ戻ることできないな。結局こっち戻ってきちゃったから、結構ここから出るのが早かった話なんですけど。まあ、鍵もよくわかんないし、ここも開いてないし。あれ、そういえばもう一つ開かない部屋あった気がしたんだけど。気のせいか。じゃない。走っちゃえ。ここでもないよね。ここかな。あれ、すごい積んだ。積んだ。どこに行けばいいかわからないっていうので積んだ。まあ、とりあえず全部の部屋を見てみましょう。下から聞こえるのかな。ここ暖房なんでしょ。ここは真っ暗だし。停止。あ、いじれる。なんだ。何も開いてない。何も開いてない。石投げると。鳥の巣のようだ。これは？結局また襲われちゃうでしょ。これ見ると僕が思い出すな。僕は初めそう、竿でツンツンしてみたっていう。 どうすんだろう。どうもしない。つんだな。どうすればいいの。蜂蜜を竿でツンツンしちゃって、ただ刺されてるな。結局は おばちゃんの膝の上で起き上がるとか、そういう感じだ。 休もう。電話気になるな。どこで待ってるんだ。でもこの風呂、このところでしかないから、どっかにあるんだろうけど。まさか見落としてる俺。電話ある場所見落としてるか？右から聞こえるな。気のせい？謎だ。鳴ってる場所がわからない。もう一回こっち行こう。あ、ちょっと。ここ開かないな。ここは？ここは食堂だ。G がいっぱいいたから、嫌いな人はちょっとここを飛ばす。あれ？また出てくるの？ G がいなくなっただけ？あ、フライパン。また G 出てくるじゃん。いや。あ、気持ち悪い。あ、気持ち悪い。なんか臭いみたいな。G が臭いみたいな。足が遅くなっちゃう。ブツブツしたくないから、以上。どういうことだ、これ。よくわからない。やばいな。これでパート1、パート2終わってしまったな。どうしよう。特に何もなかった。パート2でした。最初のラクラクーだけでしたね。上にも何もなさそうですしね。車でもう帰っちゃおうか。今回はこれで終わりです。どうしよう。どうしよう。あら、これ何回もやればいける感じか。はい。今回はこれで終わりにしたいと思います。ですね。何もなかったです。結局ここに戻ってきてしまいましたけど。セーブします。はい。する。上書きしました。はい、ということでご視聴ありがとうございました。全然進まないパート2でしたね。多分倍速かなんかで、処理するしてるんではないでしょうかね。はい、ということでこれで、パート2終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。